はい、プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は春合宿のお誘いでございます。私、水中家庭教師レイが懇意にさせていただいている水泳チーム、ブレイカースイムチームの合宿が3月31日の日曜日から4月3日の水曜日まで、場所は神奈川県相模原市東海園キャンプ場で行われます。水泳の合宿ではおなじみの場所なのではないでしょうか。僕は去年も行きました。今年も行きます。今回はテクニックと強化両方やります。参加するコーチはブレイカースイムチームのあのトップのこの方、小池実信コーチと、ゲストコーチとして布施谷コーチと、私水中家庭教師類3人が、ただですね、ただ布施コーチと私はゲストコーチです。フル日程いるわけではありません。布施コーチは4月1日と4月2日、私は4月3日のみ、最終日のみでございます。いかにもこいつが主催してるみたいな言い方しましたけど、ゲストコーチでございます。はい、布施コーチがいないときや私がいないときは、ブレイカースイムチームのドン、ブレイカースイムチームのボスである小池コーチがビシバシ鍛えてくれることでしょう。詳細を知りたい方はこの動画の概要欄の方にリンクを貼っておきましたので、そちらをタップしていただくか、もしくは私の方に LINE を送ってください。そしたら僕が詳細をお送りしますので、興味がある、相談してみたいなというのがわずかでもある方はぜひ私に連絡をください。そしたらちょっとお答えしてやり取りをさせていただきます。どう、春休み暇してませんか？どうせだったらお子様に泳いでもらいたくはありませんか？お子様からすると余計なこと言うなという悪魔の支えかもしれませんがまあいろんな場所に行って違うコーチと会って、いろんなメニューをやって、いろんな練習をやるというのも選手として成長するいいきっかけだと思います。なのでぜひお時間ある方は今回の合宿への参加をお待ちしております。それでは選手の皆さん、東海園でお会いしましょう。